皆さんこんにちは、みのりんです。はい、今年はディズニーシー20周年でした。実はこの前の誕生日の時にディズニーランドに行ったんですけど、実は同時にディズニーシーにも行ってました。その時にディズニーシー20周年のガチャガチャをやっていました。それでね、こんなにたくさんあるんですけども、実はまだ開封していなかったんです。でもこちら20周年グッズっていうことで、今年中に開封したいなって思います。なので本日はこちらのガチャガチャと、こちらにあるディズニーのポップマートを開封していきたいと思います。これすごく可愛いんですよね。いろいろなシリーズがあって、私もね、何度か開封したことがあります。というわけで本日はディズニーのガチャガチャ系のものを全部開封していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。はい、ではまずはこちらの20周年ガチャやっていきたいと思います。これはすごい貴重、20周年ですからね。それでは早速一つ目いきます。オープン、じゃじゃん。お、まずは一つ目、帽子が入っていました。はい、中にはこちらが入っていまして、4種類のガチャガチャがあります。ちなみにこちらはね、オーナメントとしても使えますので、今うちにクリスマスツリーがあるので飾りたいと思います。ではまず1つ目、めっちゃ可愛い、すごっ、クオリティがいい。20周年グッズとかもうずっと持っていたら将来はめちゃくちゃレアになりますからね。これはね、貴重で、ちゃんとね、帽子みたいになっています。丁寧に保管しておいて、将来また、あ、20周年のあったなと思い返すのもいいと思います。素晴らしい。ではどんどん行きましょう。じゃじゃん。あ、あらま。2つ目でかぶりですね、これ。私ね、中見ていないので、かぶっているかどうかはね、わからないんですよね。でも全部で6個あるので、全部揃ったらいいなと思います。揃うかな？では続きまして、どんどん行きましょう。じゃじゃん。これ一番欲しかったの。おお、すごい。はい、カチューシャです。20周年バージョン。おお、細か、プラスチックでできていまして、この耳のところのさ、この細かい跡、すごいリアル。耳のところがちょっと透けていて、とても可愛い。バッグにつけたいけど、なんかもったいないっていう気持ちもするので、本当にいいガチャガチャです。では3つ目、4つ目です。4つ目、あ、全部で7個あります。じゃじゃん。おお、よしよしよし。続きましては T シャツです。20周年のね、みんながいまして、裏側もちゃんとしっかりしています。デザインも可愛いし、作りもしっかりしてるし、すごい。あとここも可愛いんですよね。いいね、いいね。これであと1種類だけ残りました。これはコンプリートできるんじゃないですか。はい、4つ目、オープン。お、はい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 、さっきと同じですね。 T シャツです。まあ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 、まだ大丈夫。2つゲットしたっていうことは、1つを保管して1つを使うことができるので、いいね、いいね。あと最後の1つ当たるかな。せーの、はい、なるほど、はいはい、カチューシャですね。カチューシャもダブりました。じゃあこれは鍵につけて使おうかな。カチューシャのいくら当たってもいい、嬉しい。あとたくさん当たったら自分で DIY とかもできそう。いいね、いいね。と、倉庫行ってるうちにこちら最後になりました。最後の1種類当たるかな。なんかすっごいドキドキしてきた。いきます、3、2、1。おお、当たった。あ、なるほど、いいじゃん、すごい、当たりました、4つ目。なるほど、4つ目はディズニーといえばのチョコレートクランチの入れ物ですね。かわいい、ここにね、チョコレートクランチついています。20周年って書いてあって、素晴らしい、よかった、4種類揃いました。というわけで、じゃじゃん、こちらがそちらの4種類です。カチューシャに T シャツに帽子にチョコレートクランチ、もう20種類のデザインがね、可愛すぎて、これは全部永久保存したいと思います。どれもクオリティが高くて嬉しいし、もうダブったものはどんどん使っていきたいと思いますので、あとクリスマスツリーに飾ります。はい、というわけでこちらは20周年のガチャガチャで、
ゃん。続きましてはこちらの4つを開封していきたいと思います。ポップマットね、本当にいいんですよね、クオリティが高くて。ではまずはこちらから開封していきます。ミッキー&フレンズで、中はこんな感じ。もうどの子が立っても嬉しい。そしてシークレットとかもあるので、シークレットは誰かな。まあでもなんか形を見ればさ、わかるんですけど、ミッキーだと思います。いきます、オープン。カードが入っているので伏せます。まだ見たくないので、いきます。じゃじゃん、中に入っていたのはデールでした。じゃん。はい、というわけでデール、かわいい。おー、こうなっているのね。これね、重い、めっちゃ重さがあります。もうそれだけしっかり作られているということですね。細かい塗装とかも完璧で、なんかムラもないし、ポップマートさんって本当にすごい。というわけでデールが当たったのであれば、次はチップが欲しいなって思っちゃいますね。こちらの種類はもう一つありますので、チップ当たるかな。なんかさ、さっきはここでこう開ける場所があったんですけど、こっちはない。なんでだろう。はい、トラップカードセットいきます。せーの、じゃーん。あー、かわいい。プルート、トラップカード発動、プルートでした。あー、片耳上がっているのがかわいい。うちのラビちゃんもね、こっち側の耳がこうやってちょっと上がることがあるんです。なのでね、めっちゃ似てる。そして本当によく作られています。というわけでこちらのシリーズ、こちらの2つが当たりました。赤ちゃんシリーズということで、幼さが若干あって可愛い感じがめっちゃいい。これは集めたくなっちゃいますね。では続きまして、はい、あと2つあります。1つはスイートっていうやつで、お菓子をテーマとしたミッキーとミニーと、こっちはプリンセス。でもただのプリンセスじゃありません。何かに乗っているプリンセスたちです。例えば横を見ればわかるんですけど、お馬さんに乗っていたり、ポット夫人に乗っていたり、何かに乗っているプリンセスです。ではまずはこちらのスイーツ系からいきましょう。オープン。やっぱね、ここがあると開けやすい。なんでさっきのなかったんだろう。で、楽しみにしたいのでカードを伏せていきます。じゃん、ミニーちゃんが当たりました。こっち側がなんかアイスクリームみたいな感じで、リボンがコーンみたいになっていて、こっちはシャーベットみたいな、さっぱりと食べられそうなスイーツ系ですね。美味しそう。あ、お洋服もさ、若干コーンっぽくなっています。で、頭のところにはソースがかかっていて、お顔が可愛い。ほっぺがまん丸。おー、すごい細かいんですよね。本当に今までのいろいろなガチャガチャとかフィギュア系のものの中でも一番気に入っています。ポップマートさんすごい。はい、アイスクリームミニーちゃんでした。そして最後、プリンセス誰かな。もう本当にね、どの子でも嬉しいんですけど、やっぱシークレット気になりますね。いきます、セットして、3、2、1、じゃん。ジャスミンです。ジャスミンもいいね。で、当然魔法の絨毯ですね。これは何だろう、なんか光が入ってキラキラする。これが雲みたいな感じで、一番下でこの上に乗せて、でさらにその上にこうやって乗せるそうです。こんな感じ、めっちゃ豪華。雲がね、やっぱり半透明な感じがすごくいい。あ、しかもさ、ランプ手に持っていますね。すごい細かい。お顔もすごく可愛くって、飛んでる感じがね、髪の毛がふわっとしている感じ、いいと思います。髪の毛のさ、このシワとかさ、もう本当にすごいよね。ムラもなく綺麗に塗られていて素晴らしい。というわけでジャスミンが当たりましたが、このシリーズはね、いつかもっと買ってみたい。私の大好きなプリンセスばかりなので、集めたくなっちゃいますね。で、こちらのカードはこんな感じ。カードもね、コレクションとしていいですよね。カードもクオリティが高い。めっちゃキラキラしてる。はい、というわけでじゃじゃん、今回のガチャガチャは以上で全部です。もう20周年コンプリートできてよかった。そして本当にね、今年中に開けられてよかったです。滑り込みセーフ。あと、こちらのポップマートもすごく可愛いので、このシリーズもっと開封してみてくださいとかありましたら、ぜひぜひコメントお願いします。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。